こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はこちら、毎日メイクを撮りました。これはですね、最近インスタグラムに上げていて、このメイクを YouTube に上げてほしいっていう質問がたくさん来ていたので紹介していきたいと思います。はい、ではお願いします。まずカラコンをつけていきます。使うのはこちらです。エンジェルカラーバンビシリーズヴィンテージオリーブを使っていきます。まずベースから塗っていきます。使うのはこちらです。 AC ラスティングキープ下地ピンクベールを使っていきます。こちらをですね、顔全体になじませていきたいと思います。はい、では今満面なくちょっと塗っていきました。さらに次にこちら AC のリキッドファンデーションを使っていきます。ペンで置いていって、こういうのでぼかしていきます。結構しっかりめに叩き込んでいきました。そしたらですね、こちら AC ハイカバーマットパウダーピュアスノースキンを使っていきます。顔全体にね、塗っていきたいと思います。はい、ではこちら今ベース完成です。次にアイシャドウ塗っていきます。使うのはこちらです。リンメルショコラスイートアイズ1番を使っていきます。お久しぶりのリンメルでございます。皆様、やっぱり毎日メイクの時は絶対にこのリンメルを使ってます。はい、ではまずはこちら一番上のこのベージュ系をまぶた全体に塗っていきたいと思います。反対もまぶた全体に塗っていきます。やっぱり結構ちょっと寄り道はアイシャドウしちゃうんですけど、なんだかんだ行き着くのがこのリンメルなんですよね。ってぐらい愛用してます。はい、では今全体に塗っていきました。こちらの2番目のブラウンを二重幅よりも少し広めぐらいに塗っていきたいと思います。黒目の上は結構広めになるぐらいにアイシャドウアーチ型に塗っていきたいと思います。目尻もこう下げラインをこうチッチッチッと引いていってます。はい、ではこちらですね、二重幅より少し広めに塗っていきました。そしたらこちらの3番目のこの濃いブラウンを目の際よりも少し広めに塗っていきたいと思います。こう目尻はシュッとこうアイラインの円下地ではないですけど、そんな感じのように引いていくとアイラインも引きやすくなります。はい、今これぐらいですね。際入りは少し広いんですけど、そんなに濃く塗りすぎないようにします。反対も塗ります。はい、では目の際より少し広めに塗っていきました。そしたらアイライナーを引いていきます。使うのはこちらです。アドンナダークブラウンを使っていきます。今までブラックを使っていたことが多かったんですけど、最近はブラウンのアイライナーを使うことが多いです。目尻のシュッていうラインをしっかり引きます。この目頭のこの先っちょの方まで、目頭切開ラインまではいかないんですけど、しっかり入れていきます。はい、反対も塗ります。これもね、目頭の方までクックッと描いていきますよ。はい、ではアイラインを引いていきました。アイラインを乾かしている間に眉毛を描いていきます。使うのはこちらです。ビボアイフルアイライナーアンバンブラウンを使っていきます。眉毛、目頭のここを切った方がいいよっていうご意見をいただいたので、本当に皆さんありがとうございます。私本当に眉毛を剃るのが苦手で、ああいう感じでアドバイスをたくさんくれたら嬉しいなと思います。でもね、聞いてください、ハサミで少し余分なものをこうピッて、余分なものをこうカットしてた方がいいよっていう意見をいただいたので、やったらなんかもう本当下手くそなんですね私。もう本当にダメだ見てください、ここ失敗してしまいました。はい、こちらもなんかここ穴開いちゃったし、で上は剃らない方がいいよって言われたので、もうちょっと上は生やしていこうかなと思います。はい、眉尻描いていきます。はい、では眉尻を描いたら、ほんとここ眉尻消えちゃったからこんな感じになっちゃった、やばい。描いていきます。使うのはこちらです。ザ・ヌ・ノーズ&アイブロウパウダーキャメルを使っていきます。そのこの2つのこちらのお色で眉毛の眉頭を描いていきます。眉毛まだここ、こうした方がいいとか、なんかこうしろよとか、なんかそういうのあったらコメントください
直します。頑張って。マジで本当に下手くそだからな。どっかに剃りに行ってみようかな。撮ってもらいに、アイブロウリストさん、アイブロウリストさんかな。でそっちの方がいいかもしれないな。一回剃ってもらおう誰かに。でそれこで学んで自分でこうなんか活かしていけばいいから、そうしよう。もう誰かに剃ってもらいに行こう。一回一回は。はい、では眉毛描いていきました。マスカラを描いていきます。使うのはこちらです。アプスカラフルアイブロウマスカラミルクティーブラウンを使っていきます。ちょっと眉マスカラもこれは明るすぎるっていう意見もあったので、ちょっとまた新しいのを買ってこようかなと思ってますね。自分に合ったお色を探してに行こうかなと思ってます。でもね、眉毛はほら、切ったから眉マスカラつきやすいかもしれない。でもさ、眉毛さこう短くしたらさ、確かにこれつけやすいかも。でも私長い眉毛がないとダメなんですよね。すっぴんの時に眉毛ないと本当にキモくなっちゃうから、もう本当にもうキモいんだけど。だから眉毛がちょっと長いのがないとね、本当にね大変なことになっちゃうんですよ。だからこの眉毛、長い眉毛を生かしてなんか綺麗にやっていきたいなと思うんですけど、この間よりはね切ったの眉毛。少し教えてもらった方法でコメントで、確かに塗りやすい眉マスカラ。では眉毛を描いていきました。ちょっとここのね上のあのなんか青くなっちゃってる部分はもうこれからは剃らないので、ちょっと生やしていこうと思うのでご了承お願いいたします。カラーを塗っていきます。もうビューラーはしてみちゃいました。使うのはこちらです。マジュリカマジュルカラッシュエキスパンダーロングロングロングを使っていきます。つけまつげ上からつけちゃうんですけど、結構マスカラをねしっかりめに塗っとくことによって、なんか地まつげとしっかりあのマスカラが馴染むので、しっかりしっかり塗っていきます。はい、ではマスカラを塗っていきました。ノーズシャドウつけていきます。使うのはこちらです。先ほど眉毛に塗ったセザンヌノーズ&アイブロウパウダーキャメルを使っていきます。こちらでノーズシャドウをしていきます。前頭の三角形の部分と鼻の先の部分にだけに入れていきます。はい、では入れていきました。そしたらハイライトを入れていきます。使うのはこちらです。セザンヌミックスカラーチーク10番を使っていきます。のこの白を使わないで黄色ピンク水色の部分を鼻筋に塗っていきます。 T ゾーンにも入れていきます。かまぼこ型に T ゾーンは入れていきます。でこの目頭三角ゾーンにもささっとささっと入れていきます。顎の下にも入れます。はい、ではハイライト塗っていきました。つけまつげつけていきます。使うのはこちらです。ミッシュブルーミーナンバー12番を使っていきます。こちらはもう何回も何回も買っているものです。ドラッグストアとかで結構売ってることが多いんですけど、これを買ってきました。またなんかドリーウィンクの新作で出たよって言ってた。みんなどこに売ってますかあれ。もうなんか新作のさ、あのもう二重になりやすいです、芯が硬いですっていうのが新しくドリーウィンクから出たみたいなんですけど、あれちょっと新商品らしいんですけど、見たよって方はちょっとここにあったっていうのを教えていただけるとすごく助かります。お願いします。ぜひレビューしたいです。何使ってますかっていうコメントもあったのでこちらを使っています。 ティーアップアイラッシュフィクサー EX552 番を使っております。これはねずっともう愛用してて落ちないですし、つけまつげがねすごいつきやすいなって思います。これが一番結構ノリによってもつかないつくっていうのが結構あるので、ノリも結構重要なんじゃないかなって最近はすごい思うようになりました。はい、ではこちらですね、塗っていきたいと思います。これつけまつげつけるときは上向きにつけていきます。で結構目頭ギリギリの方まで私はつけてます。目尻は下げ気味につけます。目尻上がっちゃうとちょっと不自然になっちゃうので、でここで地まつげとまつげをなじませます。はい、今こんな感じですね、つけまをつけました。はい、では反対もつけていきたいと思います。つけまつけていきました。マスカラ塗っていきます。使うのはこちらです。メイベリンボリュームエクスプレスマグナムビッグショット1番ブラックを使っていきます。先ほどとはちょっと違うんですけど、こちらは下マスカラ、下マスキラ、下まつげに塗っていきます。はい、では下マスカラ塗っていきました。ではこちら CCE の PC ビーチを使っていきます。チーク塗っていきます。私は最近の毎日メイクでは顔の中心塗るのではなく骨格に塗るのにハマっています。耳のこの
この上とこの耳たぶのところで、この鼻のへこみと黒目のここが中心なんですけど、頬の中心の高い位置なんですけど、そこに向かってこう三角形にこう塗っていく塗り方にハマっています。この詳しい塗り方はプロジ記伝っていうチークの塗り方っていうのに載っております。ちなみにここにいるのは愛犬です。なんかやっぱりね、冬になると寒くなるから抱っこして抱っこしてって来ました。すごく可愛いですね。いいからね、やっぱり靴着たくなっちゃいますよね。でもすっぴんの私よりもなんかお化粧の私でいる方がなんか懐いてくれる気がして、いや犬も顔わかるのかななんて思いながら、まあ匂いだけど思ってます。はい、ではチークを塗っていきました。致命的なミスを私は犯してしまいました。涙袋を描くのを忘れました。下マスカラ塗ってしまったんですけど、塗っていきます。使うのはこちらです。ガセム UI メーカー4番コーラルを使っていきます。でこれで涙袋のこのペンシルの部分で線を描いていきます。涙袋の線ですね。ほいほいほいはい、オッケー。はい、ではそしたらですね、こちらの部分で涙袋を塗っていきます。マスカラ塗った後涙袋作るのすごい嫌いなんだよな。せっかく塗った下マスカラがなんかラメに侵されてしまうのがとても嫌いです。では涙袋を作っていきました。最後にリップ塗っていきます。使うのはこちらです。ディオールアディクトリップスティック976番を使っていきます。こちらの赤リップにです。はい、では今リップ塗っていきました。はい、ではですね、メイク完成しました。おー、わおちょい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 今撮ってるねん謎に来てしまったはい、ではメイク完成しました。ちょっとどうするのよ。どうしたい、出たい可愛いね、本当に愛犬ってやっぱ一番可愛いですよねはい、ではですね、今日は私のインスタグラムに最近上げている毎日メイクを紹介していきました。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイよしよし